どうも皆さん、ホラー系恋愛ゲーム考察シリーズの動画を投稿している川澄と申します。本日はインバイトミーンのコメンタリーをやっていきたいと思います。まあストーカーの子のお話ですね。なんですけど、この子、主人公ちゃんの家の中に入るためにあるとんでもないことをすることしてね。さて、どのような行動をとってきたのか一緒に見ていきましょう。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに撮りだよ。今回はインバイトミーンの体験版を考察していきます。そう、今のところ体験版なんですけどね。タイトル画面から本来ながら、ありまあ、ますね。2022年の冬だっけな、に、確かアップデートが入ってっていう感じの予定だったらしいんですけど、まあ、タイ作ム者マ様シがンとお忙間しい違とのえことてで、長く今のところアップデートはされていない作品となりなまる。す。たまに街灯があるだけの道にまた緊張し始める。慎重にとは歩いえいて独ま特すながシゆスっテくムりで、と歩そういいう、まそす。この部分も気になるんで徐すよ々にね、進個人んで的には。ペースを上げ始めた。私は長い間外出するつもりじゃない。手にしっかりと握られている食料品店のバッグは、家を出る前にどうしても必要だった牛乳しか入っていないけど、重い。まあ、ここんのなに作しっ品かにり出手てにく持つるべきものなの男性、かまあ、どうか。デビン君は買いです物しね、ても別のか国にないりるつ頭もがいいりでだす。けど、つまずかないように速度をどれだ上げけて頭ゆっがいいかくはり後と々わかる進んででしいょうってみが、ようか。私は考えた。私は彼別はの国本じゃ当ない。にすごいんですよね、やじゃるないこでとしょうが。か。どういうかわなけりか厄ちょっ介となタイプです心よ。の底でしつこく魅力的な解決策が誘惑してく体る。格的に自は分の主ものが人見えて公いないちだゃけでんも酔いは良ダさメそうにかなするっての感はじなんでたすまけにど、毛布をかぶって門そんからなに出がようたいとがしいいていタイいプるではもないっののていうよ。ところですね。誰かいてくれればいいのに。でも私は理由もなく不安になっているだけよね。それプラあスれかちょっらとあ私るが狙っ事情てるがなんて証拠重なっもない。て、反私た撃ちすはるのなら主むしろ人公ちゃんにでも本で気きで取っそう組めなるのはやぐらいめなんでよう。すよ。不ホ安ラーに系な恋っ愛てゲーるムにしては珍不安しなく。くなるだけ。それが私をより神経質にさせる。家に帰ることだけに集中しよう。家に帰ったら夕食を食べてリラックスして安心を手に入れよう。ちょうど最後の通りを曲がろうとしたとき、数フィート先の歩道の隣に誰さかて、が出て座っきまてしいたるのね。が見えた。私は歩くのをすぐにやめて、近づく前によく見た。心臓の音がうるさく感じる。暗くてよく見えなかった。完全に静止してる。私の中で再び恐怖感が高まるのを感じ、同じ場所から動けないでいた。体がこわばっていたから、知らない人が動くかどうか待った。まあ、ホラー系恋愛ゲームで一体私がどん考な察こしとてが起るシきリーズてのいる中でのかも、すらわからスない。トーカーキャラというのはいくつかいるのですが、怖いその中でもトップクラスに頭の回転がいい気がするけど、怖いけど、心が動いているわけにキャはいラかクターない。なのがデ家ビにンです帰りね。たい。嫌な考えを飲み込み、勇気を発出して、想力がすこぶる最初高はい。知らない人から数フィート離れたところまで歩いた。計画性も高いし、近づくと、そして両何脇よりに思人い切りががいないい。かった。男性の顔だ。私たちはアイコンタクトを取った。彼が私を見つめているのを見て、とすぐはにいえ、振りまあ、返っ後たけ先ど、考えな一いっ瞬ていのうこととをころはあ気りがまついすけど、た。計画性が高いとは言っ彼てはも。幼なかで丸まって、胴体を抱きしめている。そして、重く無駄のある息遣いをしてる。彼はひどい怪我をしているのかしら。彼の状態を見るや否や、私は自分よりも彼の安否が心配になった。こんばんは？聞こえますか？大丈夫ですか？何があったんですか？しばらくの間、彼は私を見続けた。光源から遠く離れてるから彼の表情は読めないけど、彼も恐怖を感じているに違いない。彼は答えない。この時点で、彼は本当に怪我をしている可能性がある。彼は私のことを理解できてないのかしら？助けを呼ぼうとポケットに手を突っ込むと、ついに彼が声を上げた。さっき何かされたんです。家に帰ろうとしたら、僕は、ちょっと怪我をしたみたいこなこんので部す。分を覚えておいたどん方がないいっ怪す我をね。した？そう。そんな風には見え怪ない。我をしているっ助けがてい必う要部です分を。か？歩けますか？彼は前かがみになり、立ち上がろうと腕を動かし始めたけど、すぐに顔をしかめて腕を元の位置に戻した。痛い。腕がすごく痛いんです。あ、足は大丈夫ですけど。どうして腕が痛いんですか？どこか折れたとか？折れた？どこも折れてないと思います。彼は体を動かして地面に座り直した。彼は少し緊張したように私を見た。この方が顔が見やすい。彼の顔は、ちょっと可愛いかかなり青ざめてる。かしこし怖いだね。本当デにビン怪我くをんしイてケいメるンのでですすよか？ね。美少年っていう感じ。ですが、本当に怪我をしているのかわからないよね。なら他の2択はどうかという話になりますね。ホラーもし系怖恋い愛方ゲーのム2の、まあ択なら男性やがホだ。ラー系恋愛ゲームの今攻まで略聞対き象返だったせ場たけ合、ど、ウェーブのかかった回大だった体とのすホれラーば、系恋愛ゲームのキャラクこターんな状は、況でそんなことをまあ、考えるのはちょっと物理危な的くに主ない？人公より今強までいことずっが多といんふでわすりふわが、りしてる彼は私怪に我を対ししてているのというね。ことも視あって、線をそらして、ワンチャン反どん撃どんでき集るかも中ししれないんた。ですよね。彼を助ける方法を
見つけるべきよ。私は今とても無礼に見えてると思う。変なことをしていると思わないで。だ。大丈夫ですか？なんてこと、彼は私が変な人だと思ってる。大丈夫です。骨折は痛みますか？ご心配なく、腕は折れていません。少し痛いだけです。そう。ですか。大事にならなくてよかった。もっと気をつけた方がいいですよ。こんな遅くに道端で怪我をするのは危険です。これ主人公ちゃんのセリフがブーメランになってるな。心配はいらなかったみたいね。考えてみれば、私は彼がとても怖かった。強盗か殺人鬼だと思ったけど、完全に思った。まあデビン君は強盗でも殺人鬼でもありません。ただのストーカーですって言ったらあれなんですけど。待って、この状況はあまりにも普通じゃない。でも、私は彼についてまだ何も知らない。よくよく考えてみればおかしいんですよね。強盗ならデビン君を攻撃した後に何か捕らえるはずだし、まあストーカーならこの程度で済むっていうのがおかしいかなっていう話ですし、ただ単なる通り魔に当たったっていう方がまあしっくりきますね、普通なら。そんなわけありません。あなたの方がずっといい名前です。私の名前？いや、なんで知ってるのさ。さあ、危険度が跳ね上がりましたね。どうしようか、こんな近距離じゃ逃げようにも。怪我はしてるんですけどね。足を怪我してるわけじゃないですからね。本当ならもしかしたら逃げ切れるかもしれないけど。本当に怪我をしているとしたらなぜそんなことになったのでしょう。自作自演で自分を痛めつけたとか。あるいは通り魔にやられた。これ痛めつけたってレベルの怪我じゃないんだよな、本当。服を着込んでいるので怪我がわからないのが普通。まあ、まともな神経をしたら恐怖でできない。名前じゃなくてあなたって呼ぶのは不自然だよね。名前を知っていたことを隠したかったんでしょうね。ストーカーかな。そうそう、名前を知っていたのにあなたっていうのおかしいっすよね。慎重に選ばなきゃね。今回はここまでですね。そもそも主人公が知らないのになんでこっちの名前知ってるんだって話ですけど。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに取りだよ。さて、どうしましょうか。選択肢はありがとうか、待って。なんで？だね。ここで拒否反応を示すのはリスクが高いと思います。距離が近いからね。実際ホラーケレアゲームでもよくあるんですよね。まあ、気づかない方が安全に進めるみたいなの。あなたの名前もすごくいいと思うわ。時々ですけど。あなたはとてもいい人です。デビンは私の言葉に感動したらしい。褒められる機会がないのかしら。そんなこと言わないで、あなたもいい人よ。私がそう言った後、彼はまるで頭が真っ白になったかのように凍りついた。まあ自分のやったことを考えると、いい人とは決して言えないからな。ありがとうございます。いい人って言われて、こんなに慌てる人を見たことがない。これ以上彼を困らせたくはないけど、痛みから気をそらせられているのは嬉しい。少しぎこちなくても、少しは助けになったみたい。彼は自分の気をそらそうと横を向いている。私のような知らない人と話すのはかなり緊張するらしい。知らない人じゃないんだよな。彼はセーターの袖をいじり始めた。もちろんまだ確定してるわけではありませんけど、間違いなく物語の描写から言ったら彼はストーキングをしています、主人公ちゃんの。デビンは再び腕を動かそうとしたけど、すぐ諦めた。そりゃ動かせねえだろうな。痛まない位置に置いた。彼はすぐ家に帰ることができるのかしら。腕の痛みで動くことさえできないのだとしたら危険だ。あなたをこのまま置いていくと私は気分が悪いわ。ほら、あなたの家まで送るわ。そうじゃなきゃあなたは暗い中で座ってなくちゃならないもの。僕の家なら少し歩いたところにあります。大丈夫です。あなたと話して気分が良くなりました。やっぱりちょっと心配しすぎたかしら。せめて近くのベンチまで連れて行かせて。地面に座ってるよりはマシだわ。僕を助けてくれるのですか？それは。おや？本当にありがとうございます。立ち上がるのを手伝ってください。その後、自分で移動します。彼を助けるのは簡単だと思っていたけど、実際に立ち上がらせるのは、私が思っていたよりも難しかった。まあ、実際にまあ、成人男性を肩で、まあ、組んで持ち上げるってことですからね。怪我をさせたり痛みを感じさせずに引っ張りたいんだけど、最終的に彼は足を曲げてひざまずくような体勢になった。それから私は彼のそばに移動して腕を彼の胴体に巻きつけた。私が腕の力を強めると彼の呼吸は苦しそうになり不安定になった。
どんなに慎重に持ち上げようとしても、彼の体は信じられないほど怖い。それはこわばるでしょうな。あまり腕に触らないようにしてるけど、痛かったら。実際まあ、デビン君は崇拝系のヤンデーだと思われます。ほとんど感じません。主人公のことをだいぶ神聖視してるんですよね。まあ言葉にして表すんなら、僕なんかがあなたに触れていいのだろうかみたいなことを多分今考えてるんでしょうけど。選択肢はこれで準備万端ね。か、他に何か手伝えることはある？だね。実際彼からしたら主人公ちゃんとまあ目を合わせて喋ったりとかしてるだけでもまあ天にも昇る気持ちなのでしょうが。私が言い終える前にデビンはよろめき始めた。私はすぐに手を伸ばして彼をしっかりと支えた。彼の中でまあ崇拝とまあ良心という部分が同時に存在するから多分こんなことになってんだと思うんですが、もちろん主人公ちゃんのまあ言ってしまえばまあそういう関係になりたいけれど、取ってる方法自体がまあいい方法ではないことは理解しているからこんなことになってるんでしょう。ただ彼にはまあ計画性とかそういう部分の地頭の良さがあったっていうのが問題ですね。より問題を複雑にしている原因ですね。分かったわ。ゆっくり歩きましょう。これ以上負担をかけないようにしないと。私は彼の背中に腕を巻きつけながら並んで移動した。一定のペースで歩き続けた。デビンの息遣いを感じた。まだ早くて重い。体が冷たくて汗もかいてる。一体どれくらい一人でいたんだろう。彼は本当に大丈夫なの？私はデビンの顔をちらりと見た。顔色は真っ青だけど小さく笑ってる。めちゃくちゃ怖いな。指輪じゃ。彼は自分がどのくらい悪い状態かわからないのかしら。いや、どれぐらい悪いかは理解できてるけど、まあ私が見つめているのに気づき目を合わせて、彼からしたらにやけてしまいますよね。考えていることを読む状況を考えると。感じた。突然彼の視線は柔らかくなり友好的な笑顔になったけど、顔は青ざめたままだ。あなたは本当に親切です。歩くのを手伝ってくれました。一瞬動けなくなった気がした。彼を直視すると息が苦しくなる。大丈夫、問題ないわ。私は彼を見るのをやめて歩くことに集中し続けなければならなかった。ただ今のところデモ版なのでわかんないんですけど、デビン君の最終目的がわかんないんですよね。家の中に入って何をする気だ。この崇拝的な態度からするといきなり主人公ちゃんを襲うとかは考えづらいんですよね。単純に友達からお付き合いを始めましょうって言ったりしたいのか。単純に。でもだったら家に入るっていうとこまで行かなくても、また後日お礼がしたいのでみたいな感じで言えばよかったはず。なんでここまでして家に入ったのかが問題なんですよ。もしかして怪我をした状態で主人公を待ってた。状況を逸していますが、体の状態を見るにそうだと思います。なんで主人公が手助けを申し出た時に言い淀んだんだろう。今までのデビンの態度を考えると主人公に憧れを抱いているのかもしれません。なんかずっと主人公に遠慮してる気がするよね。言い淀んだのは名前と手助けです。名乗るのも、ましてや手助けしてもらうのなんておこがましい。だから言い淀んだのではないでしょうか。だとすると主人公と接近したことによってタガが外れかかる。実際まあ彼からしたら興奮する出来事でしょうね。憧れの人に触れてるし、今回はここまでだね。なんなら名前も呼ばれた上に褒められた。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。タガがどこまで外れるかっていうところもありますけどね。あれよ、あそこなら休めるはずだわ。彼が安全に座れるように私はそっと彼を引き寄せた。彼はまだ少し動揺しているように見えるけど、暗闇の中で地面に座っているよりも街灯が近くにある綺麗なベンチにいる方がはるかにいい。ここまで連れてきてくれてありがとうございます。お世話になりました。デビンはそう言いながら、落ち着けてはいない。このままにしておくのは少し後ろめたいけど、あとどれだけのことをすればいいの。それに彼は私にここまで手伝わせたくなかった様子だった。お役に立ててよかったわ。すぐに良くなることを祈ってる。会えてよかったわデビン。私が立ち去ろうとした瞬間、彼の手が私を掴んだ。なんだろう、怯えてる。一気に顔色が悪くなりましたね。そう、今この絵選択肢にちょっと隠れてるんですけど、表情がだいぶ悪くなってるんですよね。大丈夫、
ですね。ここで拒絶するのも危なそうだね。先ほどからの態度を見るに、デビンは罪悪感のようなものを感じています。なら、もっと罪悪感を感じさせてみましょうか。大丈夫？お選ぶね。私はすぐに振り返って、彼の腕を優しく扱いながら、彼の手を握った。何か必要なの？やっぱり病院に行く？一人でいるのが嫌なら私も一緒にいるわ。デビンは、その言葉を全く予想していなかったかのように、このリアクションしたっていうことは、私が彼の隣に座ると、まあ、やってることは間違いなく悪いのですが、100% の悪意で動いているのかと言われたらまた違うんですよね、本当。僕はあなたに知らせたかったんです。あなたに知ってもらいたいんです。さっき、手伝ってくれた時に牛乳を置き忘れています。そのままにしておきたくないですよね。私の牛乳。ただこの作品はですね、ゲームダウンロードページに書いてあったんですけど、脳にも展開が選んだ選択肢によって、まあ、スリラーになったりとか、いろいろとジャンルが変わるっていう話なんですね。まあ、恋愛要素を重点とするお話になったりとか、まあ、デビンから逃げるみたいな展開になるのかみたいなのが、だいぶ変わってくるポイントですよ、選択肢によって。まあ、それがその、今から牛乳を取りに行ってくるけど、なんて言いたいんだろう。わかりやすいようにシステムになっているのですが、まあ、わかりやすいと言ってもエンディングまで今のところはいかないとわかりませんけどね。後々出てくるシステムであるんですよ。このシステム新しいなって思いましたけど。牛乳を置いた場所まで歩き始めた。あのまま家に帰っていたら間抜けな話になってた。デビンに感謝しなくちゃ。買い物が夕方に外出した理由だもの。歩道に置いてある牛乳を見つけるのには数秒しかかからなかった。時間が経ってみると、私たちがどれだけゆっくり歩いてきたかわかる。移動するのに何年もかかると感じた距離は、実際には短いジョギング程度の距離だった。すぐに牛乳を一別して、状態が悪くなってないか確認した。大丈夫そうだ。1分間ぐらい確認してしまったけど、悪くなった牛乳を飲むより確認した方がいいわ。バッグを持ち上げて、戻り始めた。家に帰る前にデビンにさよならを言って、最後にもう一度彼の様子を確認する必要がある。さて、こっからだな。彼は同じようにそこに座っていた。いや、何かがおかしいような。彼は相変わらず具合が悪いようで、私を見ようともしない。彼はすぐに出発できるの。今のところ多分、前にいることに気づいているの。あれですかね。私は彼の真正面から、たった一枚だけは必要ですかね。彼の顔をもう一度見ようと身をかがめた。牛乳を取りに戻れたから、家に帰ろうと思うの。さっきも言ったけど、あえてめちゃくちゃいいシチューですけどね、それが。出発しようとした時、彼の袖全体の、デビン君のまあ、狂気的な部分と、薄暗い光の中で影のように見えていたものが、今では、なんて言いたいんだろうな。彼の、それって、まあ、本性って言ってしまってあれなんですけど、私の心を襲った。彼の本心みたいなものが垣間見えるシーンなのでめちゃくちゃ好きなんですよね。私の手を横切っていた。彼は出血していた。それも激しく。そんな風には見えなかった。どうして私は彼の状態に気づかなかったの？今、彼の手から血が滴り落ちた。私が悪化させたの？彼をここに運ぶときに彼の傷口が広がった？違う。そんなつもりじゃなかった。彼は大丈夫なの？私はデビンの肩を持ち上げ、彼の顔を見た。彼の目は霞んでいるように見える。このままだと気絶するかもしれない。まあ、手に耐えてくるって結構な量ですからね、出血。救急車を呼ぶからね。なんで出血してるって言わなかったの？どうして？ほんの少しの血です。少しの血？それ以上の量よ。そんなにひどいのですか？僕のことを心配してくれているのですか？そうよ。怪我の具合を見せて。私は近づき、彼の手を掴もうと手を伸ばした。突然、デビンがベンチから立ち上がった。ちょっと、聞いてください。助けは必要です、でも。デビンは全ての勇気を奮い立たせようとしているかのように、ここな。彼の安全を確保するために急ぎたいけど、その場が凍りついたように感じた。一体どこからどこまでが、デビンの計画通りだったのかっていうと、彼は私を一別し、目の色が懇願に変わった。彼が自分の腕を切ったのなら、どこかにナイフがあるはずなのですが、まだナイフを持っているのだとしたらまずいんですよ。彼が何をしたいのか理解するために、私は待った。聞いてくれませんか？わかった。聞くわ。これだ。このスチルめちゃくちゃいいんですよね。
すごい失血だね。この量の、そう、めちゃくちゃな量出てるんですよ。しかし、状況は普通ではありませんでした。デビンとあったのは、そう、街灯がない場所っていうことで。しかも辺りは暗くなっていました。この条件ではまず見えないでしょう。その上自分の胴体を抱きしめるような不思議な姿勢をとっていました。変な姿勢だとは思ってたけど、腕の内側を隠すためだよね。これではっきりしました。これは偶然などではありません。デビンは計画的に、そう、計画性は間違いなく感じます。動くぐらいかと思ってたけど、この量の出血なら、おそらく刃物のた。ただなんでそこまでして、しんこちゃんの家に行きたいんだ。ここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみに。もうこのシーンのそのインパクトでデビン君好きになりましたね。バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。狂気的な面。さて、デビンがどう出るか。がやっぱり非常に予告出てる。間違いなく銀感とかはあるんですよ。今までの話とかを聞いても。それでも抑えきれない狂気的な部分がこのシーンに詰め込まれているみたいで。どうやら僕の状態はかなり悪いみたいですね。正直すごく痛い。だろうな。彼は顔をしかめると自分の腕を見下ろした。多分彼は自分がどれほどの苦痛を感じているのか考えることさえしていなかったんだ。あなたに知られたくなかった。僕の腕は思ってたよりひどい状態だった。なんで助けを呼ばせてくれないの？誰かが僕にこんなことをした。僕を傷つけようとした。誰があなたを傷つけたの？誰なの？デビンは苦しそうな顔で私を見て、また腕を見つめた。彼の袖に沿って形成された血のシミを見ている。ストーカーに。ストーカー？え、本当なの？血の毛が引くのを感じた。ストーカーに。実はですね、本当です。何が起きたのか、ここの部分わかりませんでした。めっちゃくちゃ重要なことなんですよね。ストーカーにって言ったのか。ほんと頭がいいよ、デビン君。なぜなら主人公ちゃんはすでにどのぐらい前だっけ、数週間ぐらい前からストーカー被害に遭ってるんですよ。つまり同情を誘ってるんですね、今デビン君は。信じられますか。自分の腕を切った上に、その数週間前から仕込みでストーキング行為をバレないようにし、ちょっとだけバレるぐらいかにしておいて、でタイミングがあった時にこの行動を実行して家の中に入るんですよ、同情を誘って。考えられますか。信じらんないぐらい頭いいですよ。僕を信用してくれなかった彼らが真剣に受け止めてくれるとは思えません。彼の手から血が滴り落ちているのを見ると、デビンのことを疑わずにはいられない。でも彼がそう確信しているなら疑うべきじゃない。何か解決策があるはずよね。彼は自身で解決することができない上に、さらに怪我をする危険性がある。彼に助けを求めてほしい。彼の命が危険にさらされていて、明日のニュースで彼を見る可能性があるのに、そのまま家に帰ることはできない。じゃあどうするの？あなたは歩き回れないわ。安全な場所が必要です。ストーカーが僕を追っているなら家に一人ではいられません。基本的な医療器具があれば僕は使います。でな、自分で手当てをすることができます。それで解決するのか疑問に感じるけど、私はパニック言ってることがあれですもんね。でも要はあなたの家に入れてくださいですもんね。これは彼をこのまま放っておくわけにはいかない。私は怯えてるかもしれないけど、デビンが経験していることに比べれば大したことじゃない。私はここ数週間苛立っていたけど、彼は生きてきた。彼と関係を持つのは危ないかもしれない。それでもつながりを感じずにはいられない。私が彼を助けたのは運命だった。運命ね。恐怖と共に生きるとはどういうことか、どのような影響を与えるか知ってるとしたら私だけだ。私が同じ状況になった時、誰かに同じことを、そう、同じ状況になった時に、ここの部分が本当に、もうそう思わせるために仕込みをしてきたっていうところがやばいんですよ。他のホラー系レアゲームのストーカーキャラとかですと、まあそのまま接近してきたりとかするんですね、普通に。まあ下調べしたりはするキャラクターもいるんですけど、ごめんなさい、あなたが、まあまあ盗聴したりとかいろいろ計画を立てたりするんですけど、最終的にはまあ実際に自分があってみたいな感じで
つもりもないわ。まあまあパワープレイみたいな感じにはなるんですよ。いや、その進行ちゃんと接触する方法も。自分の言葉の意味にその時。だけどデビンのこれは明らかにパワープレイはパワープレイかもしれないけど、めっちゃくちゃ計画立てられてますね。彼の表情はとても幸せそう。恍惚にさえ見える。私は正しい選択をしたのよね。それとも助けないという選択肢もあった。今のところデモ版では助けないという選択肢はないんですけど、なんだろうな、アップデートとかしたらやっぱり追加されるのかな、そういうルート。今のところデモ版はどのルートも特に変化はないんですけど、ルートっていうか選択肢なんでも変化はないんですけど、今なら大丈夫だと思いますが、気をつけながら急いでいくのが一番です。よし、じゃあ行きましょう。私はデビンに近づき、彼に寄り添って腕を背中に巻きつけた。何をしてるんですか？あなたは歩くのに助けがいるでしょ？到着する前にあなたが倒れるわけにはいかない。もちろんです。すみません、忘れていて。驚いてしまいました。彼にとってどれほど恐ろしい夜になったとしても、慌てる彼を見て私は微笑まずにはいられなかった。会ったばかりなのにデビンは私のそばにいるのを楽しんでるように見える。いや楽しいでしょうな。彼を少しは明るくすることができてよかった。デビンは私の腕に。デビン君のこういうところ可愛いんですけどね。経験があったからか今回は簡単に感じる。私の家はビルの下層にあるからそう長く歩かないわ。それから一晩渡しといて、朝になったら電話する必要がある人に電話をして。本当に優しすぎますよ。僕はその優しさに値しませんが、その申し出を断ることはできません。僕がその優しさにその値しなせんが、その申し出を断るわけにはいきませんは、本当に本心から言ってんでしょうね。それとも困っている人を助けてしまうタイプなのですか？自分に気があるのかどうなのかみたいなところを聞いてますね今は。普通に会って会話とかしてれば、それこそもしかしたら友達からいい関係になれたかもしれないのに、とは思うんですけど、ホラー系恋愛ゲームですから、そのあたりは仕方ないですね。私はその言葉を無視しようとしたけど、すぐにその言葉しか考えられなくなった。実際まあホラー系恋愛ゲームですと、その人が頭がめちゃくちゃ回ったとか、特別な能力を持っていたとかが理由で、すごいまたスペックが高かったとかが理由で、まあそういう状況、やばい状況に行動を移してしまったみたいなところも、まあちょくちょく感じるところあるんですよね、やっぱり。だってこんな計画だって普通は思いつかないしな。さてここですね、先ほどから私が言っているシステムのお話です。ゲームをチェックして、今年の後半にどのように展開されるか見てみましょう。上のハートはあなたが、この上のハートです。の手がかりとなります。これは好感度が最大ということですかね。だとしたらあと2つルートがありそうだ。これ次で多分お話しちゃうと思うんですけど、違うんですよね。主人公をストーキングしてたのってデビン。細かく結構ハートの色分かれてるんですよ。恐怖を味わわせた後に同じ被害に。だからシナリオの分岐がどういう風に進むのかも結構複雑だと思うんですよね。そして計画通り主人公の家に侵入成功というわけですか。前回主人公が家に帰ろうとした時にデビンが怯えた理由が分かったよ。あのまま帰られたら計画が頓挫するからだね。デビンの計画は分かりました。目的は何でしょう？ここまで用意周到なら家の中に。それにしてもこのオープニングっていうか、このタイトル画面すごい秀逸ですよね。確かにそうだわって思います。このルートだとデビンの計画通りでした。だとすると他のルートだとデビンの計画が来ると。しかも手の内側が見えない。普通扉ってドアノブ開くので手の内側は見えないんですけど、こういう開け方した時に手の内側が見えなくさせるのはすごい。手の内側を隠してるみたいに見えるのがすごい秀逸ですね。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。今回は別のルートを考察していこうと思ったのですが、今のところルート分岐はないようです。ルート分岐ないんですよね。ハートがあったじゃん。その仕様について解説したいので、まずは最後の選択肢でデビンを拒絶してみましょうか。私が叫んだ後、彼はすぐに手を離した。混乱している私を見つめる彼の目は、パニックに陥っているように見える。ごめんなさい、やらなければよかった。ごめんなさい、ごめんなさい。
私はまだ少し動揺していたけど、罪悪感が私に忍び寄り始めた。でも、会ったばかりの人の手を誰が掴むの？ねえ。なんで手を掴んだの？驚かされたら、ショックを受けたり怖がったりするわ。本当にごめんなさい、僕は、あなたがバッグを忘れてしまっていることを伝えたかっただけです。あなたは、そのまま帰ろうとしていたので。私は自分がとんでもないバカに感じる。私はあなたに怒鳴るべきじゃなかったわね。悪いことをしたわ。牛乳のことを思い出させてくれてありがとう。次はもっと物理的な方法で注意を引いてくれていいわ。わかりました。僕もちゃんと考えてなかったし、もっとうまくやここでわかりましたっていうのもな、怖いな。掴む前に何か何をする気だって話ですけど。気を悪くしてないって言ってるけど、彼の真面目な姿に。まあ、デビン君は間違いなく真面目ではあります。で、間違いなく倫理観もあるし、良心もあるんですけど、まあ、ホラー系恋愛ゲームのキャラクターが大体そう、その、考えているでしょうけど、もう、そういう次元じゃないところでもの考えてるんですよ、彼らって。あなたに会う前からかなり緊張していたの。知らない人には気をつけろって教わったから、何でもなかったみたいだけど。心配いりません。大丈夫です。ただ、嫌いじゃないですよね。ほんと嫌われるのだけめちゃくちゃ、嫌いじゃないわ。よかった。まあ、それならあまり心配怖がってるんですよね、デビン君は。嫌いって言ってたら何するつもりだったの。まあ、それはそうですよね。大体のホラー系恋愛ゲームのキャラクターが、主人公ちゃんから嫌われるのを怖がっている。大丈夫。あなたは嫌いじゃないわ。今すぐバッグを取りに行かなくちゃいけないから、後で会いましょう。ここからエンディングまではほとんど同じなのでカットします。そしてハートに注目してください。これですね。色が違うですよね。のは同じだけど、色が違くない？その通りです。下に表示されたものが前回のハートになります。ゲームのダウンロードページから行ける更新のログに書いてあったのですが、このハートは主人公がデビンに抱いている感情を表しているようです。あ、主人公の感情なんだね。そう、主人公の感情なんですよ、これ。しましょうか。左のハートが赤ならデビンを疑っている状態のようです。問題に直面することに気づいている状態ですね。緑なら疑っていないか疑うのを躊躇している状態です。問題に気づかない代わりにその態度が問題を回避してくれますが、物事が簡単に進むという意味ではないようです。真ん中のハートが青ならデビンと距離を取りたがっている状態。ただここまで細かいと、どういう風な組み合わせで分岐するんだろうっていうか、分岐のルートが多くなるのかなっていうのはちょっと思いますね。まあお話がめちゃくちゃ変わるとのことなので、そういう可能性もありますよね。何が恐ろしいかも分からずに悪い状況から抜け出せる可能性があるようです。黄色だった場合は物事を全て理解しようとしている状態です。全ての謎が解けるかもしれませんが、謎が謎を呼ぶとのことです。デビンを怪しんでいる選択肢を選び続けたら黄色になりました。そう考えると、リスクの高い状態なんだね。ちなみになんで私の名前を知ってるのかと主人公が質問したら、名前を褒められたので主人公の名前は知らなかったけど反射的に褒めてしまいました。ほんと反射的な。本当に頭の回転が早いね。とっさの言い方とかもうまいんですよね、デビン君。本当今後は楽しみなゲームです。恋愛ゲームを考察します。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録も。というわけで今回のコメンタリーはここまでとさせていただきたいと思います。ここまでもご視聴ありがとうございました。よろしければまた次回のコメンタリーでお会いしましょう。ヤンデレを語り合う配信にも来てくださいね。それではまた、バイバーイ。